はいどうも皆さんこんにちは、エビサです。エビのハサミです。はい。今日はですね、Azure AD が発行するトークンの有効期限とその考え方みたいなことの、えー、2023年版の最新の記事がですね、出ておりますので、そちらをご紹介したいと思いますで。その記事こちらですね、Azure AD が発行するトークンの有効期間と考え方、2023年版ということで出ております。このブログは Japan Azure Identity Support ブログなので、 日本マイクロソフトで AzureAD ですとか ADFS のサポートをしてくれている方たちが書いてくれているブログということですね。本家の方たちが解説をしてくれてます。ね、AzureAD の認証周りどんなタイミングで認証されるのかとか発行されたトークンがどのぐらい有効なのかとかですねその辺が分かってないと安全に認証環境を整えられないということがあるわけなんですが。 これですね、いろいろと出てくるキーワードの話ですとかトークンの種類だったりとか規定のトークンの有効期間とかいろんな情報があります。でいろいろと書いてくれてるんですけどまあこの終わりのところに重要なことが書いてあると思いますねは。いはいこの数年で AzureAD は条件付きアクセスをはじめセキュリティと利便性のバランスを踏まえた多様な制御機能の公開とアップデートが行われていますと。どんどん AzureAD は進化をし続けていますよということなんですね。 そして、高い強度の認証を突破した後、ID とパスワードだけとかっていうのは、こう、強度的には弱いわけですよね。タイアソ認証を突破したとか、生体認証を突破したとか、そういう状況の方が、認証の強度としては高いわけですね。つまり、ちゃんと本人であるっていうことの確からしさが高いということですね。そういうユーザーには、極力再認証を求めない、そういう状況を作ることで、パスワードそのものを使う機会を減らす。 そうした方がむしろ安全だし利便性も高い。もうセキュリティと利便性の両方が、両方のメリットが得られるというアプローチ。そういう方向にこう、どんどん機能が拡張されてるんですよということですね。で、必ず1時間に1回の頻度で対話的な認証を行えば、確認の頻度が上がるからセキュリティが安心っていう考えは逆にセキュリティを低めるということが報告されてる。多分ここが一番重要ですね、今回ね。私が思うに。 1>, こ1時間に1回毎回何かこう何回も何回も対話的に認証を要求されるそういう構成になっている組織って結構あるんじゃないですかねあれうちそうだなって思った人特に管理者の方であうちの組織そうだえそれってダメなのって思ったところは本当に要注意と言いますか今すぐ設定見直してもらった方がいいかもしれないですねでこの1時間に1回の頻度で対話的な認証を行うようにするっていうことが でしょ現実的にこう有効だった時期があったっていう話もこれ書いてありまして記事の中にでそれがこの継続的アクセス評価っていうやつですね continuous access evaluation これが今提供されてるんですけど提供される前はどうだったのかっていうと Azure AD が発行するアクセストークンは1時間の有効期間でしたと Azure AD に1回アクセストークンもらってそれは1時間使えますよっていう時期が 結構長かったで、すすねねってことで,、ね、で AzureAD の認証とかアクセストークンとかっていうのがよく分かんない方は、AzureAD の動画シリーズ、アクセストークン実際に撮ってみて、それを使って API ただくとかですね、そういうことをやっている動画がありますので、そちらちょっと見ていただきたいんですが、まあ、それは分かった上で、ちょっとこれ読んでいただくと、一度アクセストークンを取得してしまえば、その1時間ですね、の間は AzureAD にアクセスしなくても認証ができます、認可がしてもらえますということ。 で,したとで条件付きアクセスポリシーもそのトークン取るときにはね条件付きアクセスポリシーでその条件が満たされてるかってチェックはされるんですけど一度そのゲットしてしまえば1時間はもうそのチェックは受けなくていいっていう状況がありましたとそうすると例えば社内で一旦ゲットして社内でしか使えないようにしたいというふうになってる時にですね社内でアクセストークンをゲットしてその1時間の間に外出先に移動してカフェや空港とかで そのアクセストークンを使ってリソースにアクセスしちゃうっていうことができちゃうっていうことがまあありましたねと。なので1時間のアクセストークンの前提ではちょっと困った時間っていうのができちゃいますよねと。アクセストークン取ってからそれが有効期限になるまでの間に何かその条件が変わるような状況の中でアクセスが継続できてしまう。それがちょっと困った時間ですよね。で、それは最長1時間であり、まあ、この期間が長いともっと長くなっちゃうっていうことですね。で、こんな感じで困った時間が あるのでまあでもそれで、まあ、1時間っていうこともあるのでなのでし、まあ、仕方がないので、まあ、なるべく一番短い間隔で頻繁に認証させるとそれで認証する時にはコンディショナルアクセスの適用が行われるわけなので、まあ、そういうふうにして何度も認証させることによってなるべくこうポリシーがきちんと効いている状態っていうのを確保しようっていうそういう方針で構成している組織っていうのは結構あるっていうことなんですね。 でそこに対して継続的アクセス評価っていう機能が今はありますので、それが有効化された後は、クライアントの利用環境が変化した際に、サービスプロバイダー側、まあ、つまり例えばエクスチェンジオンラインとかですね、まあそう,いうそういうサービス側です。それでもリアルタイムにその環境変化を検知して、まだアクセストークンをの有効期間がありますよっていうことでも、コンディショナルアクセスのポリシーの再評価タイミングを作るっていうことができるようになってるわけですね。 これ例えばエクスチェンジオンラインの例だとエクスチェンジオンラインがちゃんとこの CAE を分かってるっていうことですね。それが前提になるんですけど、まあそういう風に変わってきてますと。変わってきましたと。なので CAE が有効化されたという状況の中では過去あった1時間の有効期間による困った時間みたいなものはもうないですよということに理屈上なるわけですね。そうするとアクセストークンの有効期間はまあ長くしていいですよね。なので今は28時間。 っってていう風になってますと CAE が有効化されていればコンディショナルアクセスのポリシーのチェックみたいなものは常時行われていることになるので長い期間なるべくユーザーには認証させずにでもちゃんとチェックもされてますよっていう状態が作れるわけですねよりセキュリティが高まったなのでトークンの有効期間を伸ばすっていうことが全体的に合理的であるということですね、まあ、こんな感じで新しい機能によってどんどん安全性が高まってきてますよ なので、なるべく高い強度の認証を突破させるようにして、構成して、そしてユーザーには極力再認証を求めないようにして、そうすることで利便性も高くなり、セキュリティも高くなるということが実現できますよ。それが最新の考え方ですよ。なので、皆さん、そういうふうにしていきましょうね、ということですね。せっかく c a e が有効なのに、1時間に1回必ず対話的に認証させるみたいなことをすると、 何度も何度もパスワードを打たなきゃいけないから、パスワードじゃあ簡単なものにしてしまおうかなとかですね。そういうことにもなってしまいますので、気をつけましょうということですね。で、パスワードの定期変更みたいな話とかもそうですよね。パスワードを定期的に変更させるっていうことが安全だろうというふうに思ってよかれと思ってそういう設定してると、そっちの方が危ないですよみたいな話がある。Azure AD の認証に関しても、認証回数が多い方が何度もパスワードを打たせた方が安全だろうと管理者の方が思っていると、いや、むしろそっちの方が危ないんですよっていうことがあると。 でそういう問題を防ぐための新しい技術とか新しい考え方、そういうものがどんどん出てきてますので、最新の情報をウォッチし続けて、最新の、まあ作ってる人たちがね、こうすると安全ですよっていうおすすめの設定を使っていくということで、いいんだろうなというふうに思います。というわけで今日はブログのご紹介でした。 ちょっと最近、あの、帯状疱疹とかにかかっておりまして、あの、すごく痛くてなんかこう、仕事とか動画と作ってる場合じゃないみたいな、うん、そんな感じだったんですけど、やっとちょっとピークを超えて落ち着いてきましたので、また動画も作っていきたいなというふうには思っておりますし、いろいろとアクティブにやっていきたいなと思っておりますので、ぜひこのチャンネルをご覧の皆さんも、はい、応援のコメント、高評価、チャンネル登録しつつ、次の動画はこういうのがいいな、みたいなリクエストなんかもいただけると嬉しく思います。 というわけで、この動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。